ラーシュトラクーターサラーシュトラクーターサの藩と、この王朝と共に、プラティーハーラーサ、パーラーサが定立していた。ラーシュトラクーターサとは、8世紀後半から10世紀後半に、かけて、インドのデカン地方を支配したヒンドゥー王朝。首都はマーニア系だ。エローラのカイラサナータ院、カイラサナータ院、カイラーサナータ人もともと、ラーシュトラクータ家はラージュプートに属する家系であり、 前期チャールキアーサの風神として使え、7世紀前半からベラール地方を治めていたが、733年にダンティグルガが家を継ぐと、主家の衰退に乗じて勢力を拡大した。そして、753年にダンティグルガはチャールキアーサの君主を廃止、ラージャーディラージャと称し、デカン地方の支配者となり、首都は現、ソーラープルの近くのマーニーアータに定めたという。 しかし、ダンティグルガの知性は短く、彼には子がなかったので、おじのクリシュナ一世が多いを継いだ。クリシュナ一世は、カーンキープラムのパッダバ町を攻めるため、南インド方面に軍を送ったり、アンドラ地方の東チャールキアザを圧迫するなど、軍事行動をたびたび行った。また、クリシュナ一世は信仰心に厚く、芝神を祀るため、その知性を通して、 エローラセックツのカイラーサナータ人を建造した。クリシュナ一世の死後、息子のゴービンダ二世が継いだが、その地世に東チャールキア朝サに破れるなどし、その上快楽に溺れるなどしたため、弟のドゥルバに上位させらされた。ドゥルバは、ラーシュトラクーターサの偉大な君主で、彼は、領土拡大を目指し、北西インドを支配していた、プラティハーラ朝を破り、北東インドのパーラ朝も破り、 東チャールギア町やオリッサの西、ガンガ町なども攻撃し、王朝の半島の拡大に成功した。その息子ゴービンダ3世も偉大な王で、父の時代に行われた軍事遠征の指揮官も務めており、800年以降から大規模な軍事行動を行い、プラティーハーラーサの首都カナウジを落とした。また、南インドのパッラバ町やパンディアーサ、ケーララ地方にまで進攻し、 その支配は一時北、インドからインドア大陸南端のモリの岬まで及んだ。さらに、ゴービンダ三世は、軍を遠く、スリランカにまで遠征させ、その王や、最小も捕虜にして、功能を誓わせるほどだった。このように、ドゥルバとゴービンダ三世の知性、ラーシュトラクータ朝サの領土は拡大し、まさに最盛期であり、国内には、平和が保たれていた。ゴービンダ三世の死後、 息子のアモーガバル社一世が即位した。彼の治世は64年にも及び、その治世に大きな軍事遠征はあまり行われず、平和が維持された。マーニア・ケタニトが定められたのは、彼の治世だとする説もある。また、アモーガバル社一世は文芸の保護者として知られ、その治世は文芸が大いに栄え、国内では文学者で詩人が保護され、彼自身も同様で、 サンスクリット語やカンナダ語の詩を書いている。その総尊インドラ三世の時、915年から918年に、かけての北インド遠征でプラティーハーラーサを破り、カナウジを落とし入れて破壊したが、東チャールキアアサとの戦いでは、決定的な勝利を得ることはできなかった。そのオイクリシュナ三世の知性は、東チャールキアアサとの戦いを進めるとともに、 勢力を拡大してきた南インドのチョーラ朝との戦いをはじめ、949年には、チョーラ王パラアンタカ一世を破り、チョーラ朝の北部を併合した。しかし、クリシュナ三世の死後、王朝内での内乱や、東チャールキア朝やチョーラ朝の攻撃が繰り返され、風神だったマールワーのパラマーラ朝も、反旗を翻した。972年には、パラマーラ朝が、 首都マーニア系タの近くにまで攻めてくるなど、王朝は急速に衰退した。そして、973年に、風神となっていたチャールキア家の平二世によって、最後のオーカルカ二世が敗され、後期チャールキア朝が成立した。ラーシュトラクータ朝時代の碑文、チャンドラ、中世インドの歴史、P18、チャンドラ、中世インドの歴史、P18、チャンドラ、 中世インドの歴史、B18、チャンドラ、中世インドの歴史、B18、チャンドラ、中世インドの歴史、B18、チャンドラ、中世インドの歴史、P19、チャンドラ、中世インドの歴史、P19、オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、P34、オタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、近世、 年表、P20? オッタニ、世界歴史体系南アジア史に、中世、金銭年表、P20? チャンドラ、中世インドの歴史、P19? ありがとうございます。